はいさい、純選手やいびんゆたさることうにげさびら、僕がですね、明日どんな天気になってほしいかなって考えたところですね、いいわしつであればありがたいというところなんですけども、できれば火事場はしてた方がいいですね。なんでかって言ったらですね、ちょっとあの僕用が出てるんで、風が吹いてきたらですね、もうもしあの南風だったらこう歩いてる時にもうスピードが下がらないくんですよね。だから那覇方面ですからね、もう仕事がだからこう風があったらちょっと歩くのもいいなーって、早くなるなーって考えたんですけど、やっぱごめんなさい、僕車でしたね、申し訳ないです。はい、これからもよろしくお願いします。